皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、ピクセル画廊です。今回はセサミストリートのキャラクター、クッキーモンスターを描きたいと思います。それではよろしくお願いします。ここからスペース空きます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、 ここから開きます。少し濃いめの水色を 1,2,3,4,5,6 一段上がって水色を2つ濃いめの水色を1個、水色を1個、濃いめの水色を1個、水色を1個、濃いめの水色を1個、一段上がって濃いめの水色を1個、水色を 1,2,3,4,5、 一段上がって水色を1,2,3,4,5、 濃いめの水色を1個、一段上がってこの位置から濃いめの水色を 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、 水色を 1,2,3、一段上がって水色を 1,2、 濃いめの水色を2つで、水色を 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、 濃いめの水色を1個置いて、一段上がって濃いめの水色を2つ、水色を 1,2,3,4、 濃いめの水色を1個、水色を 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 一段上がって水色を 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、濃いめの水色を1個置いて、水色を 1,2,2,3,4、 濃いめの水色を1個置いて、その上に濃いめの水色を2つ、水色を2つ、濃いめの水色を1個置いて、水色を1,2,3,4,5,6,7、 濃いめの水色を 1,2,3,4,5,6、 一段上がって水色を1個、濃いめの水色を1個、それから水色を 1,2,3,4,5、 濃いめの水色を1個置いて、水色を 1,2,3,4,5,6、 濃いめの水色を1個置いて、水色を 1,2,3、 濃いめの水色を1個置いて、一段上がって水色を2つ、それから間を2つ開けて濃いめの水色を1個置いて、水色を 1,2,3,4,5,6、濃いめの水色を1個置いて、水色を 1,2,3,4,5,6,7、 一段上がって水色を 1,2,3,4,5,6,7、
1、2、3、4、5、6、7。濃いめの水色を1個置いて、水色を2つ。濃いめの水色を1、2、3、4、5、6。位置が上がって、水色を1、2、3、4、5、6、7。濃いめの水色を2つ。それから肌色を1個置いて、水色を2つ。3つ。濃いめの水色を2つ。水色を2つ。1段上がって、水色をこの位置から1、2、3。それから、茶色を1個置いて、肌色を1、2、3。それから、濃いめの水色を1個置いて、水色を1、2、3、4、5、6、7、8。1段上がって、この位置から水色を1、2、3、4、5、6、7。でここで茶色を1個置いて、水色を1個置いて、茶色を1個置いて、肌色を1個置きます。で、水色を1、2、3。1段上がって、水色を2つ。濃いめの水色を1、2、3。それから肌色を2つ。水色を1、2、3と置きます。1段上がって、肌色を1、2、3。で、茶色を1個置いて、肌色を1個置いて、水色を1、2、3。で、濃いめの水色を2つ。1段上がって、水色を1、2、3、4。で、黒を1、2、3、4。それから肌色を1個、茶色を1個、肌色を1個。それから水色を1個置きます。1段上がって、水色を1、2、3。それから肌色を1個置いて、黒を2つ。それから肌色を2つ。黒を1、2、3。で、水色を1、2、3。1段上がって、水色を1、2、3。でか、黒を1、2、3、4。で、茶色を1個、肌色を1個、黒を1、2、3、4。で、水色を2つ。1段上がって、水色を1、2、3。それから黒を2つ。肌色を1個。それから黒を1、2、3、4、5、6、7、8。で、水色を2つ。1段上がって、水色を2つ。
それから黒を1、2、3、4、5、6、肌色を1個、それから黒を1、2、3、4、5で水色を2つ、1で上がって水色を2つ、で黒を1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、水色を2つ、1で上がって水色をここから 1、2、3、4、5、6、ここから黒を 1、2、3、4、5、6、7、水色を2つ、1で上がって水色を 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、1段上がって水色を1、2、3、ちょっとここで色を1個加えます。少し暗い目の白を1、2、それから水色を1、2、3、4、5、6、7、8、1で上がって水色を1、2、3、少し濃い目の白を2つ、水色を1個、少し暗い目の白を1個、で黒を2つ、それから白を1個、水色を1個、1で上がって白を1つ、黒を2つ、少し暗い目の白を1個、それから白を1、2、3、少し暗い目の白を1個で、水色を1個、1段上がって少し暗い目の白を1個置いて、黒を2つ、それから白を1個、間1個空けて白を1個、1段上がって黒を2つです。全体を見ます。はい、いかがでしょうか。もし今回の動画がよろしければグッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。今回の動画をご覧いただきありがとうございました。また次回の動画をお楽しみに。それでは失礼します。